いらっしゃいませ。お弟子さんと一緒の時間がやってまいりました。お弟子さん、これも久しぶりでございますね。本当にね、全部ほったらかして申し訳ありません。そしてこのお弟子さんと一緒に本日お越しいただきました、はい、こちらゲスト様でございます、はいはい、本気トークダンちゃんでございます。本気トークダンです。よろしくお願いします。ダンちゃん、あれお母さん出てくるんですか。そして、場所は、今回もカフェ若狭さんから、はい、お送りさせていただいておりますね、はいはい。そうね、何の話をしましょうか。僕こうやってまあもともと知ってはいるんですけど、まあね、絡むの初めてかもしれないね。そうそう、同じライブには出てたからね、はい、で、この際非常にね、微妙なんですよ。年はまこちゃんの方が年下なんですけど、先輩なのはまこちゃんの先輩なんです。あ、そうなんですか。年齢で言う、役者さんしてたけど漫才になったのは16年だもんね。そうですね、16年。まあ、それはもうその役者さんも入れて先輩で、それに考えると、で俺は本当にだから役者やってた時代あるから絶対先輩じゃないですかって言われるんですけど、うん、その方が僕はいいですね。こっちは20年、ここ20年か、はいはい、そうそう、僕25年ですね。俳優時代も俳優ブルマイド売ってんですよ。落語協会 の、 あのお客様感謝祭でね、写楽祭ってあるんですよ、はい、毎年9月、毎年毎年ブルマイド売ってんですよ、役者時代に、ね、どんだけ在庫抱えてるか。毎年売ってんだもん。だってその写真がこちらです。入るかな。 10年ぐらい売ってるよ。違う人じゃない。誰っていうの。正直言ってね、初めてそれ、まあ、今写楽祭って、ね、まあ、延長祭りしたんだけど、うん、延長祭りで初めて見た時、何この写真って誰の写真、女の子だと思ったの。え、女の子の写真だと思ったの、うん、だから僕です僕です、って言うんです、うん、何があってこうなったっていうぐらい。月日じゃないですか、うん、でも重ねちゃったからね。毎年11枚ぐらい売ってる。11枚くらいってのくらいじゃない。毎年11枚ぐらい。超11枚売れる。10は超えて11枚とか12枚で、1枚500円で売ってる。10枚は売れるんだ。じゃあ売れます。おそう、え、それなんで買うんすか。メモ代わり。どうには魔除けとして安産祈願とか。でもかっこいいですもんね。うん、でシャレで売ってて、うん、でも今年が5枚しか売れない。あれ、じゃあもう使用度聞かせて、在庫はまだの。まあちょっとありますけど。でもだってあれ写真だから別に作ろうと思えばいくらでも作れる。もうダメなのか。いや、もうネガが、ネガが、だからまあ来年はちょっと。最初何個発注したんですか。何枚作ったんですか。いや、あったのは、なんだろう、宣材写真なんで100何枚あったんですよ。なんでなんでそんな。それ事務所からまあ返してもらって。あ、返してもらって、でその写真を自分で今度違うプロダクションの時に使いなさいみたいな。使うってことなんですね。売るっていうことじゃなくて。だから本当は宣材写真ですから、うん、で売り物ではないわけですよ。要するにあの仕事先 に配るもんだったんだけど、でもその後ほら役所さん辞めちゃったし、あの芸人になっちゃったから一人の写真ってのは必要なくなっちゃったから、はい、でも在庫は残ってるわけですよ。で、どうせ残るんだったらちょっとでもお金になればといういやらしい根性で。でも今ちょっと一人で活動されてますよね。その写真を使って売り込めばいいじゃないですか。じゃあ別人なんですよ。いやいや、いやいや、でもいいじゃないですか、別人とし今一人で使ってるやつは、あれは前のコンビの時の一人だから、あれを切ったやつね、使ったやつね、うん、だから今のその、まあ持ってた宣材写真は、うん、あとまだ、まあ、20枚ぐらいあるんですかね、在庫が。で来年も売ろうか、やんのかい。来年は等身大の俺を取って売ろうか。今ですか。今のダンサー両方、まあ、セットにするか、あとなんか乾き物つけて一緒に販売する。乾き物ないで、こ写真コースターがあるし。コースターいやいや、そんなことできないです。あの基本で売ってるのは梅酒なんですよ、うん、メインの商品。ああ、うん、全部ちゃんと自分でつけて、はいはい、あ、そうなんですか、自主開発して。うちは結構売れるらしい、でもそれがそうでもなくなってきたんですよ。あ、そうなの。で、いつもだって毎年売り切れるよね。売り切れます、うん、で、ライバル店がもう強力な、競合店があるんですね、隣で、で、金言亭馬地師匠っていらっしゃるんですけど、馬地師匠がヘベスサワーっていう。ヘベスサワー、あの、カボスみたいな、うん、なんですか、柑橘系の、あれを隣で、ニンニクこうやって潰すやつあるじゃないですか、はいはい、ラーメン屋のみたいな、あれのちょっとでかいバージョンで、ガシャンって潰すんですよ。そうするとその香りがふわーってなるんですよ。で、女子なんてみんな柑橘好きじゃないですか。もう柑橘であるって言っても過言ではない。女子がね、めちゃくちゃ隣が売れるんですよ。
で同じ一応柑橘系なんですけど、梅、ね、梅で、まあ、柑橘ってのは言わないかもしれないですけど、うん、その匂いにかっさらられるんで、あほのかにあの楽しいものだからね、200杯近くは減りましたよ。あそう、あれちょっとさ、あれさ場所もちょっとさ、ちょっと変わりました今年。あのいやもうちょっとさ教会の方であれくじ引きなのあれ。いやあの飲食は飲食 の, あの、まあ、委員長がいて、うん、その人が決めるんですけど、うん、でまあ、出てたのはやっぱり飲み屋だけがこう並んじゃったりするんですよ、うん、だからテレコで入れた方がいいんじゃないですかって、うん、なんかそうだね、神の声が聞こえますよね。そうだね、いっぱいいいお客様ですねって思ってたんですけど、やっぱ今年もまあ大体まあ同じ場所ですね、うん、あの荒文町、はい、ね、荒文町で、ちょこっと15分ぐらいね、はい、中継生放送したんです。 あれ荒文町だったんですか、うん、メロンちゃんっていう。そう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 、でその荒文町でやった時にダンちゃんも出てたのね、はい、であのそのメロンちゃんっていう子が事情を知らないから、うん、なんか非常に微妙な質問を繰り出してたから、おお、やめた方がいいんじゃないのかっていうような、それは今言える範囲、言えるんですか、言えないんですか、何がそのスペシャル、いや、あのそのコンビでやってらっしゃるんですかとか、じゃメロンちゃん何も知らないから、メロンですからね、メロンかぶっちゃってるメロンかぶってるんです、こういうのが、T の字のこういうのがついてたから、ね、何も知らないですよね。でもあの落語よく私寄席好きで落語見に行くんです、もう月2ぐらいで行きまして、それほど行ってねえじゃん。でもあの年の子が月2で来るってのは相当なのかもしれないけど、でそれでちょっと見てたんだけどね、であの飲み屋ばっか集まってるんですよこのカードが。でも一番暇そうだったのはあの悪いけど緊張症の子だったね、虫が入ってる酒売ってる虫怖い、まんじゅう怖いにかけて虫怖いっていう、やってたんだけど、もう自分が飲んじゃってから顔が真っ赤になっちゃうこれで、ノリでやったら全然客が来ませんっつってたから、あの蜂の子のお酒とかですね、うん、そう、スズメバチが入ってちょっと特殊なんですね、で高田馬場でちゃんと昆虫食ってやってるお店の人を呼んできて、あ、それで出してるんで、うん、最初えってみんななったんですよ、うん、あの実行委員会の時に、うん、虫、うん、ダメでしょ、うん、文京区絶対ダメでしょってなってて、うん、でも中では面白いんじゃないっていう人もいたんで、うん、でその代わりあの本当になんか下手者はやめてください、だからその蜂の子だったりあとは稲子とか、はいはい、っていうものをひっそりとこう置いてあって、全然人いなくて自分が飲んじゃってるかも。でレポートで、それレポート行ったっていうのがあって、写楽祭始まったのが10時だっけ、10時でしょ、レポーターさんが行ったのがね11時半なんですよ、で1時間半ですよ、その間にもう売ってる緊張症が顔真っ赤になってたからめちゃくちゃ飲む、うん、強い酒、やけくそになっちゃってたんだよね、もうどうせ売れないからもうほんと飲み屋ばっかりよ、もう在庫抱えちゃってたからね、写真撮んないで、うん、だから写真は飲めないから、だから残っちゃう写真がどんどん、まあ余ったやつは飲みますけどね、あの写真じゃないですよ、梅酒、じゃあもう来年は梅酒をもうちょっとグレードアップさせた方がいいですか、梅酒と何かプラスアルファにしようかな、そういう柑橘に負けないぐらい、まあそれも柑橘のか店の場所を変えてもらうか、うん、あれ本当にちょっと場所がね、なんでこんなに飲み屋ばかり固めてんのって本当に思った見てて、これ何駅前の話ですか今なんか駅前飲み屋街の話立地条件の話商店会みたいな話もじゃなくて、でもまあ天神様の吉島天神でやってるんです、うん、天神様の境内でやってるから、まあそんなねわがままも言えないけど、だからそんなあの物販は物販でこっちの方やってて、でこっちは飲食でこっちで、だからあれそんなに分ける必要あるのかなっていう気は、まあなんか事情があってもちろん分けてるんだろうけど、分ける必要あるのかな、あとあのゴミとかゴミ帯になるときに、なるほどね、物販は物販のその何ですか順番で回ってくる、飲食は飲食の順番で回ってくるっていうのは、あ、なるほどね、まあ、梅酒売れないと悔しいですか、悔しいですね、そりゃそうです、プロ前とか売れないのはどっちや、それはね、なぜ売れないかというと浅ましい料理を出してる、梅酒は皆さんにね、うん、美味しく飲んでいただこうっていうあれだけど、うん、あの写真の方は在庫処理しようとしか思ってないからです、だから常連のお客様の顔とか分かるじゃないですか、うん、あ写真どうですかみたいなシャレで言うじゃないですか、うん、あ大丈夫です去年買いましたっていう、あ買ってきて、買ってくださってるんですね、で中には毎年買ってくれるんですよ、あそれ何ですか、ポーズが違うやつがあるんですか、え全部集めたいっすね、うん、でコンプリートしてくれるどんなポーズですか、机の下に立ってると
そうでも本当に本当にね、うん、あの女の子みたいですよ、うん、確かにあの、うん、僕も拝見しましたけど、うん、ツイッターでその写真はこちらです出したかねその手がかかるんですよダンさんこれ好きですけど ねでも今あれですよ、まあ、それはねあの、まあ、今でも本気トーク団として落語協会まだ席を置いてます、はいはい、だからいずれねそのコンビを組んでまたやっていかなきゃいけませんけどもね、はいまあ、新鮮になるのかそう、まあ、別に名前変えるのは別にその人が変えたいっていうんだったらいいですし、うん、で本気トークでもいいですよって言ってもあそかでも本気トークそのまんま使うのもあれだなと思って今考えてるのが、はい、本気トーク丸にしようかな丸モーニング娘。みたいなで、まあ、自覚とか調べて、うん、そっちの方が良ければ丸でもいいかな本気トークが良くて、うん、本気トーク丸がめちゃくちゃ悪かったらどうするんですか本気トークにしますそうですよね本気トークにするでしょうね、うん、まあでも名前変えても別に、うんでもそれはやっぱりだって先頭先生がせっかくつけてくださった名前なんだから、うんだってうちは別に自分たちの名前って一緒につけてもらったわけじゃないから自分たちで勝手につけた名前だから、うん、あれだけどやっぱり一緒につけてもらった名前って大事よまあ僕はだからダンって名前も一緒がそうだよね、うん、本名は正則彦さんだもんねえ、ダン則彦ちょちょちょなんかそれなんか演歌とかさ説明したみたいな感じこれはマセのマセさんっていうの勝手に間の間の瀬って書いてあるね、この瀬戸内海マセタンそう、違う違う、芸名はねあ、で本名がマセノリヒコマセノリヒコそうそうそう、うん、で、なんで今のタイミングマセノリヒコタンマセノリヒコタンいや、マセタンタンマセノリヒコマセノリヒコタンだと俺がマセノリヒコさんうるせえなマセノリヒコなんか喋ってるみたいな酒入ってるな、これ何ですかそうだからダンって名前を付けてもらったのも、うん、その最後まで名前決まんなくて、うん、お前はじゃあダンって言われたんですけど、え、何ですかそのダンって言ってまあセダンって あ車のそういう意味なんだ、弟子になる前はお前はお前の名前はな一茂って言ってたんですよ、うん、お前長嶋一茂に似てるからお前一茂なんですよでそれちょっと勘弁してくださいよっつって、うん、まだ弟子じゃなかったので、うん、でちゃんと弟子になった時にお前はじゃあダンで最初はあのロケット団のダンと同じ団地のダンの、はい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 、かっこ悪いじゃないですかマセルダンってちょっと嫌だねでかっこ悪いっていうのが嫌だったんで、うん、それ師匠にすみませんあのそのダンっていう字がちょっと画数があるんですよ嘘ついたりでこっちは弾く方がいいんですけどじゃあ好きにしたらっつってそっちのダンあれじゃあ何あのチンさんあのビーニーズスペシャル、はいはいはい、ミスターチンとかデビッドヒロミさんはこそのヒロミって本名でやってるけどさ、ええ、あのチンさんとかデビさんも先頭先生をつけてるのいや違いますあ違うんだ、ええ、あれ多分ホスト時代の多分名前とかそのバナナパワーかなんか出た時に、まあ、懐かしいバナナパワーあった昔バナナパワーって六本木だよね六本木にショーパブがあってそれでそこであのビニールスペシャルいろんな方出てたんですよね、うん、ブッチャブラザーズさんあとちびっこギャングさんなんかも、でただあのねだから我々の世代だとだからそのバナナパワーに出てる人かラママに出てる人かっていうあれだねラママはライブハウスだけどね普通ダチョウクラブダチョウクラブさんあダチョウクラブの寮でしたねでうちはなんちゃんなんかバナナパワー出てないでしょきっと、うんうん、ああそうでしょうね、うん、だからうちの兄弟子が、まあ、B21 スペシャルって、うん、名前はうちの師匠がつけたんですよ、うん、で僕らが入った時に最初つけてもらった名前が A23 デラックスだった A23 3人組だったんだよね最初ね3人組だったであのね、もう一人の人一回会ったことなんだよね新宿歩いてる時さデパートとかあのドアボーイ、あ元相方ですって言われて、ドアボーイあのグッチのドアマンやってて、すんげえいい男でグッチのドアマンってあのモデル事務所から言ってるんで、うん、普通の人じゃなれないんですよえいや長いの来てね、ま、あの人とやってえじゃあ男前が2人いたとか3人のでもそいつあの脳みそ筋肉なんで、はい、ちょっとおバカさんなんで、はい、でもかっこよさで負けてたんですよねいやもうかっこよかったです負けてたんですか、ま、負けてますなんで攻めてたのバカさんはさどうせ人追い詰められたんですか俺ずっとこう画面から外れてくるようになって誰もが英哲王子のようにブチ切れて言い返してくるからいやだけどそのあれですだからその、まあ、加藤って言うんですけど、はい、そいつはあの
千葉真一さんの付き人やってた、はい、ああそうなんだ、ジャパンアクションクラブで、じゃあアクションのやつだね、でそれでコントで使いたいなと思って、あでそれで、まあ、3人組で A23 デラックスで、うん、どういう意味、 B よりも上行けっていう、いや A、うん、で、スペシャルよりもそうデラックス、で23って何ですか教えないって言われて、うん、でももう薄々感じてたんですけど、うん、あのうちの師匠エアジョーダンが好きで、うん、で靴とかエアジョーダンの靴履いてて23って書いてあるんですよ、絶対これじゃんとだから言えねえだけですだと思いましたね、あのね昔ね A47 オールマイト、あ N です、 N かいたんですよね、N44 オールマイト、シュースケさんたちそうだったよね、シュースケさんとさ、そうそうそう、ね、もとね、あと誰か、わえワッシーか、違う、ショーバブ時代のやつ、後輩かなんかでね、うん、やってたんですよ、3人で、なんか3人が好きなんだね、千と先生って、ご自分はコンビだったの、で、その N44 オールマイティさんは2人になっちゃったんですよね、うん、1人辞めちゃったからね、うん、で、1人も名古屋から、赤坂くんっていう子だ、ね、あの光源氏の赤坂くんにちょっと似てた、うん、元光源氏の、うん、でもなんか、もしなんか親子会みたいなので全組出てたら型番みたいな何かの C20 スペシャル、そういうことエアジョーダンのエンシャンペラン、それでね、だからね、あれですよ、あのダンちゃんは偉いのは、うん、その、 あの僕も今のそのベラペンという会をやってます、はい、あの暇だから、あの漫談とあのお客様に三味線を聞かせたいという悪心が働いて、それで、それだけだと誰も来てくれないから、毎回まこちゃんを犠牲にして、でまこちゃんを出してくれば、まこちゃんに釣られて何人かの人が来てくれる人もいるから、それで客寄せみたいな、そうですよね、だってあれこの間ね、ダンちゃんも来てたけど、あ、だいたいいつも20人ぐらいでしょ、お客さん、はい、あれだってね、まこちゃん出なかったらお客さん半分いけないですからね、そりゃないですよ、でだから、それやってますけど、だからダンちゃんも要するに喋るだけではなくて何かしなきゃ、もともとあれだよね、太鼓屋さんでね、あの太鼓もね、太鼓も笛も、あ、笛もやってたの、和太鼓じゃなくて、あの神楽の、あ、神楽ね、あれ、そうなんだよ、もっとこういうやつをやってたのかなと思った、違います、あの、まあ、付け太鼓と、この大太鼓と、それから笛、横笛に行くんですけど、脳幹っての太いやつ、え、それ何、お芝居してた時に何か関係があってやったこと、いや、あの子供の頃からその祭りで、お祭りがあって、そのお祭りでやる時に、そのまあ、笛吹いたりとか、愛知県半田市の方で、半田市の亀崎町、4-94番いやいや、こっちが言って言わないでくださいのパターンだよ、ダンさんなんで違って、新しいもう仕込みを、何この状態と思います、今来たと思ってあれ、これラジちゃんこかなと思ってそう、笛とやっててですね、で、だから今、あれなんですよ、ダンちゃん三味線もやってるんですよ、津軽三味線、津軽三味線やってるんですよ、あれ他にもね、漫才協会にコンパスという若手がいますけど、そこの西本君っていう子がやっぱりやるんですよね、民謡の三味線で、あの僕がやっているのは本来は長唄だったので、うん、長唄とかってね、弾けたところでね、演芸としては一切使えませんから、そうですか、使えない、使えない、すごいなと思って、ベラペンの長唄っていうのはだから、で前回いけないし、そういや本当にダメなんですよ、やっちゃう、長唄ってもう三味線弾く人とあんな下品なことしちゃいけないの、本当に弾きながら歌うなんて下品なこと本当はしちゃいけないの、歌う人は歌う人、三味線弾く人は三味線弾く人は別だけど、あのそんな人雇うお金がないので両方いっぺんにやってるだけで、あのだから長唄って本当にだって長唄ってもね、皆さん知ってる曲なんてまずない、聞いたことある曲あると思うんですけど、ただそれが長唄だということすら多分皆さんわからないっていうような状況だから、だからあのやっぱりね、やるのは、ね、民謡が一番喜んでもらえる、お客さんには、うん、やっぱりね、それはね、あの例えばの話なんですか、じゃ あの、じゃあ滝流しの相方ですって言って滝流しの相方を弾くよりもソーラン節弾いた方がお客さんに喜びますもん、ね、うん、じゃあ越後地市のさらしの相方を弾きますってここでやったところで、それよりも斎太郎節弾いた方が、お客さん喜ぶ、アドリブのやつだってみんなわかりますから、だからその方が喜ぶ、だからそれやってるのはいいことだなと思うんですよ、ね、で今日はね、あれですよ、ダンちゃんね、三味線持ってきてくれてるんですよ、聞かせてくれるんですか、そうなんですよ、まだ5ヶ月しか、
でもね、さっきちょっとね、お稽古してんの、あの前からね、あのお稽古風景をちゃんとあの録画してね、はい、その録画したものを見せてもらったことあるんですけど、はい、それはもう先生が前にいてのお稽古だから、はい、あれですけど、生でさっきちょっとね、お稽古してるの聞かせてもらいましたけど、いや、5ヶ月と、で、あそこまでできるんだったら、まあ、先にね、ちょっとハードル下げておきますけど、すんごいそんな、あの、うまいわけではありません、別に。すんごいですよっていう、こう言っちゃうと思うんだけど、5ヶ月でここまで弾けるんだったらすごいです、それは。あと、人前でやんないと、そうそうそう、あの先生に言われたのが、人前では、まあ、恥かけじゃないですか。そう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 。人前でやったことは、前に。ない、今日初めて。あ、いいじゃないですか。この前でも持ってきました、この前でも。俺のかもしれない。今日持ってくればよかったね。なんで持ってきてねえんだよ。だってそういう話になるって聞いてなかったし。いや、もう持ってきてくださいよ。ダンちゃんといえばブロマイドの話だ。他に話題ねえもん。いや、吸ってないよ。ブロマイドの在庫っていうことしか、まあ、さっきそこで言うよ。吸ってないよ。じゃあ聞かせていただけるんですか。それではね、じゃあお話はね、あ、ちょっと待って、また一回ここでお話切って、はい、それで後で、オンリーでいきます。そうそう、それともいいですかね。それでは、ね、お弟子さんと一緒、本日は、町屋カフェ若狭さんから本気トークダンさんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。それでは、ここからダンさんの三味線をお楽しみいただきます。どうぞ。あげるな。じゃあ、皆様、拍手をよろしくお願いします。申し訳ありません。ありがとうございます。いいの、いいの。大丈夫よ。ありがとうございます。止めますね。これまた拍手もらう。もう一回お願いします。ありがとうございます。取れてないっすわ。嘘嘘嘘。よいしょー。